ようございます。毎日その仏壇に手を合わせて拝んでてね、家をこうやって見てるうちにね、私の入る場所がなくなっちゃった。これだけできたね、半分。あと相談がちょっとね難しいかな。カズヤがね、これもちろんボーイフレンドじゃないでしょ。カズヤなんで何年かかるかな、ママが編むとな。ちょっとねバカにされてますのでね、私もちょっと頑張ってるし、やっぱり命というもののね、尊さですか、それからものすごい生きるということって厳しいんだなっていうことと、こういうことだけ私の中にね体験できただけでもね、よかったんじゃないかなと思いますね。あー、お久しぶり。本当にいい天気ね。はい、気持ちいい。